コマネコは、京都府京丹後市峰山町の琴平神社の、境内者である、木島神社、猿田飛行神社に鎮座している一体の猫の石像。琴平神社石像コマネコの名称で、2020年9月1日付で、京丹後市の文化財指定を受けた、彫刻20号にあたる。コマネコを要する琴平神社は、日本遺産、300年を紡ぐ絹が織りなす。 丹後チリメン回廊の構成文化財の一つにも認定されている。1720年に絹や佐平寺によってこの地で織り出された丹後チリメンの主要産地として繁栄した峰山町では蚕や繭、種神を食い荒らすネズミを追い散らし農民と共に戦う猫を大事にしていた。琴平神社の境内にある木島神社は1830年に養蚕の守護神として 峰山藩の地理面業者によって、京都渦政にある海湖の社から勘定をされた。木島神社と猿田彦神社は、一つの屋根の下に同居するような形で建てられており、向かって左が木島神社にあたり、その前に阿行の駒猫がある。木島神社、猿田彦神社と駒猫1832年に阿行の親子猫の石像が、 大見商人の殿村家によって封建された。殿村家は、江戸日本橋に店を構える商人で、上野と木犬や、太り袖を、武蔵熊谷と木犬袖を、上野騎竜や武蔵八王子や貝の伝と織物を、道の区川又と木犬を、柳の番場と紅花の取引を行い、上野国から下仁高い道を幾度もお来した。 この下に高街道のほぼ終わりのあたりにある小川村は、文政年間の矢数57個のうち、多くが養蚕、木と絹の生産を制御とする一大産地であり、村内の地蔵寺には、本尊として猫地蔵が祀られていた。これは1561年の河村川の大洪水で、流れ着いた地蔵菩薩と一緒にいた猫を祀ったものと、記録され、この地蔵菩薩と猫が、 カイを食害するネズミを退治する霊言があるとして、近隣の養蚕農家の産経を集めていた。と村は、秋内の往来でこの逸話を聞き知っていたことから、1830年に、峰山に、旗織り養蚕の守護神として、木島神社が誕生されたと知り、親子猫の石像を封建したと思われる。そのため当初の猫石像はネズミを一角するべく口を、開いた阿の一体のみであり、 猫地蔵であったと考えられる。神社の境内には、狛犬など一体を成す像に限らず、祭人と縁のある、様々な動物が、紳士あるいは、神奈柄として祀られる例があり、その一例と見られる。その後、14年後の1846年に、運型の猫が封建され、一体の駒猫となった。この封建者や作者は明らかでないが、 それまで建物の中に飾られていることが多かった、狛犬などが、現在のように山道に置かれるようになったのは、江戸時代中頃からのことであり、この流行に乗ったものと思われる。親子猫の石像の作者は、台座に刻まれた記録によれば、マストメ村の長谷川、松助である。松助は、当時の単語で、名の知れた石膏で、京単語市域に、多くの作品が残る。 特に有名なものに、丹後地方最大の農民一揆である、宮津藩、文政一揆で犠牲となった、吉田新兵衛の供養のために築かれたと伝わる、京都府火災大級の立位石仏、平地地蔵がある。右の駒猫の作者は、不詳とされ、寄進された年代も1846年と、松助の駒猫とは14年の開きがあることや、あうんの左右が、 一般的なコマ犬とは逆であることから、もともとは、ョ行の親子猫の石像のみがあり、これに合わせるために、運型形のコマ猫が製作され、奉納されたと考えられている。材質は、業界岩。ョ行の親子猫は、造高75.5センチメートル。前足を、子猫の頭に軽く乗せ、子猫は、親の胸毛を握っている。親猫の尻尾が、子猫の身を支える。 台座に刻まれた名によれば、1832年に製作封建された。雲型形のコ猫は、増高78センチメートル。台座に1846年の名分はあるが、石膏の名は残されていない。邪気を払う神獣として、一般的なコ犬と異なり、養産の盛んだった、当地域ならではの守護獣。 猫をかたどり、制作された時期や制作者の名が判明している点から、貴重なものとされる。峰山町内のショーウィンドウに飾られた絵付け、コマネコ峰山町では、地域おこしの核に、コマネコを位置づけ、2011年に市民有志によって、猫プロジェクトが発足、2016年からは、複数の有志団体が協力し、コマネコ祭りを開催している。 猫プロジェクト実行委員会では、駒猫を所有する、琴平神社のご鎮座200年祭に合わせ、陶製素焼きの駒猫400体を製作し、市内の小学生ら約150名が絵付けを行った。これらの陶製駒猫は境内に並べられ、参加した町民が自宅前や玄関先に飾った。陶器猫の絵付けは、峰山町での様々なイベントでワークショップとして開催され、 コマネコの街、ミネヤマを印象づけるのに一役を担い、京丹後市における体験プランの一つとして、旅行案内にも紹介されたり、京都丹後鉄道、青松の社内にも陳列されている。ミネヤマ町内のホテルや飲食店や、菓子店においては、コマネコや猫をモチーフにしたメニューや商品が、様々に考案され、このうちプラザホテルヨシミドリエンの、コマネコバラ寿司、戸田和樹堂の、 猫の案、五家市大道の駒猫も、中などは、各店を代表する定番商品に成長するとともに、猫をモチーフにした商品は、峰山町の新定番となった。猫は、自分のテリトリーを持ち他者に侵された時は、音量となり化け猫になると語られており、猫が祀られる例は多くはないが、皆無ではない。ことに、養蚕が盛んだった地域では猫を祀る例が見られる。 ありがとうございます。